渡辺剛8渡辺剛8年9月15日、明治40年は、幕末の越前福井藩出身の志士、海援隊大使。名は十、渡辺宝介、柴田八兵衛、大山宗太郎、大専従と名乗った。京都府平民。延瀬5位。越前福井城下地蔵町に生まれる。文久3年に上京。同年12月幕府の船に乗り、兵庫から江戸へ向かい、同23日へ大阪へと出藩した。元治元年10月、第一次長州征伐へと参加。翌元治2年2月5日に帰還。開元後の慶応元年5月正長の褒章として銀1枚をもらう。同年12月号8から大取助改名。慶応2年7月25日。願いの通り長崎へと旅立った。これ以後海援隊に所属したものと考えられる。大須藩からの要請で、いろは丸の旗艦方として派遣される。しかし翌年、紀州藩の明光丸との衝突事故が起こり、事態の収拾に奔走し、事後の紀州藩との交渉にも出向いている。以後は、隊長の坂本龍馬が国事に奔走する中で、菅野角兵衛と共に、海援隊の留守を務めた。しかし同年、龍馬が暗殺されると激高し、単身上洛して、敵討ちをしようと息巻くが、佐々木隆之に制されたという。海援隊の解散後、長崎ぶり沿隊官軍として明治元年7月、秋田への出張を命じられる。同年8月に、参謀転役。明治2年5月28日、大山宗太郎と改名。同年7月23日大蔵省よりの達しで、監督試験判事を申し付けられ、後開拓使に転じた。明治4年12月2日、任開拓県法案。明治9年、伊官免本館並県出使。明治26年9月4日、福井県吉田郡長となる。同35年5月19日に、大井郡長へ任じられる。同37年12月23日、病をもって、職を辞し、同40年没。なお、菅野と龍馬の妻お龍の妹、吉備の結婚では仲人を務めている。資質剛直、短気あり、見機をはばからず、初心を曲げず、ことを見るや、来楽々、生事に、こうたらず、強引一時に数章を尽くし、すこぶる小豪傑の風あり、その使命よく身を表すというべし、吉田軍師。ありがとうございます。